英語はね話せない話せないと思ってる方は実はあの英語は話せます。ただそれはそのやっぱりその機会がないから。こんにちは、直樹です。今日はね何を話していこうかなと思ってるかっていうと2つちょっと話したいことなんだよね。でそのうちの1つが、直接的な題名ではないんだけども、題名でお話したことはないんだけども以前もお話したことある、件で、これはね、題名にもあの書いておきましたけども、日本人がなぜ英語ができないか。もう1つはあのおすすめのね英語のね YouTube のチャンネルをちょっとお話ししようと思います。英語のねまず1つ目なんだけども、なんで日本人が英語できないかっていうと、いろいろねあの英語系 YouTuber の人が言ってるけども、これすごい簡単な話を、以前から私の動画見ていただいてる方はもうまた同じこと言ってるのかみたいな話なんだけども、英語使わなくても日本の経済回るから、もうそれに尽きるんだよね。だって簡単な話、いや違う違う、でも貿易してる人たちは英語を使うでしょって言うけども、それって日本の労働人口の何パーセントって話で、私が、以前ね日本で働いてた時も外資系ではあったんだけども、使うのほとんど日本語よ。で私があのいた部署は英語は使ったんだけども、でも私英語できないんだけど、なぜかそこの部署にいたんだけども、ね日本語で回ってしまうから、で日本語で経済回るから。で極端な話言えば、日本のね、どっかスーパーとか行ってレジであのいらっしゃいませとかってお話しするときに英語使わないでしょ、日本語使うでしょ、それって経済回るからだよ。いつもお話してるように、日本人の英語系 YouTuber ってやったらとなんか発音とかね、言い回しとかね、そのなんていうんだろう、変化球みたいなことを教えようとするじゃない。でますますその理解を複雑にしてるわけ。だって私英語もろくに話せないのにさ、アメリカでねアメリカ法人で働いてるからね、転職してもね、その前の会社もアメリカ法人だからね。いつも話してる通り、ちゃんとしたね日本人の、 あの英語系 YouTuber もいるんだけども、なんか際立ってねそういうふうになんか変化球を教えたがる、日本人の英語系 YouTuber がかなり目立つんでね。でしてね、そういう動画の共通点っていうのは、英語があの手段ではなくてね目的になってるってことだね。を勉強しようと思ってる方たくさんいると思うんだけども、もうそれはその意気込みはもう OK なのよ。何が問題かっていうと、さっき言ったようにあの発音とか言い回しとか変化球で教えたがるっていうでしょう。でそれって結局目的になってるのよ。で英語を勉強したいとか英語を使いたいっていうのはあの手段だよね。もう YouTube のねだから動画ってね収益ゼロにしちゃえばいいんだよ、そうすればねあのわざわざそういうふうな変化球みたいなね、そのとあのやたるとねそのあの特徴のあるっていうかね癖のあるあの英語とかもねやらないで済むのかなっていう。英語を話したいとか英語を仕事で使いたいっていうのは行き着くところ、例えばあのキャビンアテンダントのさんになりたいとか、ホテルマンホテルウーマンになりたいとか、彼氏ともっとね親密になりたい、彼女ともっと親密になりたい、これって、最終的な目標であって、それを使うための手段が英語にしか過ぎないわけだよね。だってそうでしょ、あのホテルマンになって英語が最終手段とか、キャビンアテンダントの方になって最後にあの行き着くところ、私の目標は英語ですっていう人はいないわけだよね。まあ変なね わざとひねくれた人はそういう人たちいるのかもしれないけど、普通はそうだよね。でね、面白いのを見たのでちょっとあのこっちに載せとくんだけども、これねあの動物の森、あの私も動画でいくつかアップしてるけども、あのスイッチの動物の森でね、あの株とあの証券取引所、あの食べる株とあの証券取引所 の株だよね、ストックマーケット の株で、それであの、動物の森やったことある方はあの、ね、あの売り棒っていうかがさ、あの株持ってさ、その売り棒から株をね購入して、その差額でねお金儲けるみたいなゲームもあるんだけども、それでちょっとねあの原文を見つけることはできなかったのよ。海外の反応だったかっていうサイトなんだけども、そこで、そこでやっぱり見たのは、その株に対して その日本のダジャレみたいな感じで、食べる株とあとその、そのストックマーケットっていうかね、あの株取引の株、同じ発音の株だから、あの売り棒がねあの株頭に乗っけてるよみたいなお話なんだけども、そこで言われてるのが英語圏の中の人たちの話で、その株 その言い方はこうだよ、うちの国ではこうだよみたいなこと書いてるわけで、それ誰一人としてその英語間違ってるよねって言わないよね。だってそれだって英語だもん。だから、誰一人こういう言い方あるよね、こういう言い方あるよねとは書いてるものの、いやその英語は違うなんて言わないよね。だってみんな英語圏の人たちなんだもん。だから間違いなんかないんだよ、その国は違うけども。だから、
もっと分かりやすく言えば鹿児島弁とか大阪弁とか盛岡弁ね、あの日本語じゃねえよじゃないでしょ、全部日本語でしょ、どっか間違ってる、どっかこれ日本語じゃないって言ったら、あの日本語だよね、そういうものなのよ。さらに州によっては発音も違うわけよ。だから何が正解かっていう、さっき言ったようにその鹿児島弁と盛岡弁違うよね、発音がね、あと話し方っていうかね、その方言とかも違うよね。でもどちらも日本語だよねって話でしょ。英語がねどうやったら話せるかって話になってくるじゃない。で見ている方で英語全然話せないんだなと思ってる方、実はもうあの話せるのよ。なぜかっていうと日本人ってまず義務教育で、あの中学校までは義務教育なんで、そこで英語勉強するよね。これはねこういう風に話す動画じゃなくて、私がねどっか出歩いてね、じゃあちょっとこの文章を読んでみようかってお話でね、あの中学校 の, あの英語の授業で読めるよねとかってお話ししてるくらい、普通にあの生活してれば読めてしまうのよ。こういうのはコロナ事情のねその重要な文章についても実際読めたでしょうね、以前あの動画で作ったように。そんなもんなのよ。話せないと思ってるだけで、実は皆さんほぼ話せるはずなんだよね。でなぜかっていう、なぜ話せないかっていうと、その話すその強制性がないから。でもね実際ね英語話せないしと思った方、実はもう あなたはもう十分英語話せるんだよ。結局の話それって使う頻度だよね、その強制性の問題だよね。なのでちょっとこれはあの仮にアメリカにいるとしようね、で語学学校行くよね、でクラス分けされるよね。その時にあのゼロの人って知識が、要するに今まで英語もね、あの1分も勉強したことない人って英語で話しかけられても、あのなんかね、あの前お話したように何かそれで文書きなさいって言われたとしても何も書くことができないよ。アルファベットすら書くことができないよ。だってそうでしょ、英語1分も勉強したことないから。でも我々は中学校まで義務教育っていう、中学校の義務教育を受けてる。だから少なからずはアルファベットの A くらいは最低でも書けるはずなんだよ。でしょ。例えば語学学校行きました、でそれもただじゃない、いや語学学校によってはね無料のところもあるよ。確かにあることはあるのよ、ビザでなくても。でもアメリカに来るまで、例えばアメリカだったとしたら飛行機代かかってるでしょ。それ分何らかのコストはかかってるはずなんだよ。そうすると強制性があるわけだから、何としても解こうとするよね、何としても話そうとするよね。そうすると中学校の英語って少なからず出てくるから、完全にゼロじゃないから、あのアルファベットの A も書けませんじゃないでしょ。だからそこで出てくるし、例えばちょっとここに載せとこうか、これあのごめんね、あの英語のねなんかあの話す動画って、私その自分の個人的ななんか変な英語でしか、あの公不特多数の人の中で話す英語っていうのはほとんどなくって、でこれあのアメリカの、授業のスペイン語なんだけども、これもねあの強制性プレゼンテーションしないといけないわけよ、スペイン語で。そうするとお話ししないといけないわけよ、みんなの前でスペイン語で。いや私できません、じゃあどうなる、単位もらえない、落第ってことになるよ。そうしたらたまったもんじゃないよね、金払ってさ、ね、金払ってさ授業を受けてさ、話せません、はい落第みたいな感じでさ、単位もらえません、へえ今までお金払ってたのにみたいな感じになって、単位くれよっつってもくれるわけないじゃん、やることやってないから。だから必然とあの話さざるを得ない。でその私の母国語って当たり前日本語なんだけども、ちょっとこの動画はね、あの元々作った動画はあのもうあるんだけども、まあ下の方からに載せておこうか。これっていうのは結局の話、あのプレゼンテーションではあるけども、私はね、たどたどしいスペイン語でも、私は何らかの形でそのスペイン語の教室のねクラスの人たちを笑わせることができてるって話だよね。これはね英語を勉強する上でね参考にしてもらいたいのは、ちょっと私いつもキャビンアテンダントさんのその動画をあの参考にしてねってお話をしてるんだけども、今ふと思った、さっき話したようにあのホテルマンをホテルウーマンっていうのかな、そのホテルの方の動画もねあの参考にした方がいい、うん、もうこの人たち の, あ の, そのどうやってその就職試験とかね、あのキャビンアテンダントさんに受かったかとかね、あのホテル業務のなんて言うんだろうねに受かったかとかっていうのも
どうやってそのホテル業務とかに受かったかっていうのも参考になるから。だってホテル行くとね、私あの出張で日本行ったりもするでしょ、まあ、アメリカ国内 の出張もあったりするんだけど、今そのコロナ事情でできないけどね、その時もやっぱりそのなんか話せる言語のなんか、ね、何々話せますみたいな感じでつけてたりするじゃない。例えば中国語であったり英語であったりとかフランス語であったりとか、キャビンアテンダントさんもホテルの、ね、方ももう普通に強制的に使わざるを得ない。でそれを普通の不特定多数の人間がその人の話す英語を理解してるから、そのホテルが回るしキャビンアテンダントっていう仕事も回ってるってことだよね。だからいつも話してるんだけども、ちゃんとした日本人の英語系 YouTuber もいるんだけども、変な人もやっぱり多いよねっていうお話で、大体じゃあそのね、あのそういう変な人って大体どういう人なのっていう話になってくるし、あと前コメントにね見ていただいてる方にあの書いてもらったんだけども、ズバリね、あの話してる最中に、これはあの動画の前タイトルでも作ったんだけども、話し方のルー推しはだから日本語を話してる最中にいきなり英語でいきなりペラ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 話し出す、でまた日本語になる、それ見てるのがほぼ日本人なのにもかかわらず、でも一方で例えばそのいつも話してるけどフランス語 その日本人の動画作ってる人とか、ドイツ語の動画作ってる人とか、スペイン語、まあスペインなりね、いろいろな動画作ってる、国の人たちはいきなりだからね、いきなりあのポーランド語をね話したり、日本語を話してる最中にね、いきなり 30% くらいベラベラベラっていきなりポーランド語を間に挟んでくるとか、ドイツ語を挟んでくるとか、スペイン語を挟んでくることとかほぼないでしょう。でも日本人の英語系 YouTuber ってなぜか知らないけども、あの話してる最中にいろいろとなんか英語を入れてくる。でそれってやっぱりおかしな英語で、で行き着くところ、例えばホテルの方フロントとか、まあイメージしようか、で例えばキャビンアテンダントのさんとかね、あのちょっとイメージしてみようか、でこうやって日本語で話して、お互い日本語で話してる最中にいきなり英語で話してくる、話さないよね、そんなことしないよね。ホテルの方とかね、あのキャビンアテンダントさん の英語っていうのはねすごい役に立つと思う、うん、仕事の最中にオーマイガッシュ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 なんて言わないし、英語の話し方としては変化球みたいな英語使わないじゃない。ちゃんと分かる英語を話してるじゃない、万人に分かるような英語を話してるわけじゃない、ね、だからあの日本人の英語系 YouTuber の人たちが話す英語っていうのは、結局の話社会人として働いたことがないから、日本でも働いたことない、あのアメリカでも働いたことがない、まあ、その国その他の国々でもいいや、だからそのこう言います、英語でこう言います、こう発音しますって言ったとしても、それがやたらとフランクなんだよね、はっきり言ってしまう雑な言い方だから、友達同士で話すような英語の使い方だけれども、実際はあの仕事をするともう不特定多数の人間をいっぱい相手にしないといけないんだよ。それは当たり前で、働いてる方だったら分かると思うんだけども、その時にね、やっぱり日本語でもちゃんとしたね、あのフォーマルな日本語、何々してくださいとかお願いいたしますとか、そういうのになるでしょう。英語もだからそのフォーマルな言い方、あとはその共通してるのは、やたらとね日本のね英語の教科書をディスる、日本の授業をディスる。でもこれって実際働く上では当たり前使う英語なのよ。簡単な英語だと思ってもそれは使うのよ。今日実は違う動画で撮ったんだけども、トレーダー上行った時にあのレジの方が How are you? って言ってきたんだけど、それは当たり前の話なんだけどもね、もう日本で言えばあのいらっしゃいませみたいな社交辞令、まあ、日本の場合のいらっしゃいませも一方通行なんだけども、 How are you? って言われた場合、返す言葉は変化球じゃなくてもいいのよ。普通に Fine, thank you あのでいいのよ、ね、いちいちね、確かに言い方とかいろいろあるんだけども、例えば Pretty good とかね、あのそうそうみたいな感じでいいんだけども、別にそのレジ打つ人はもう何百人と相手にしないといけないから、別にその人と特別な会話をしたいわけじゃないのよ。だから社交辞令なわけよ、ね、だからその特別な話をしたければ、今日は天気がいいですねって後からいやいいだけの話で、もうファイン選挙でいいのよ、うん、変な変化球投げる必要は全くないの。だってこっちも特別なことを、特別な会話を要求してるわけじゃないし、あっちも特別なあのね、あの回答を要求してるわけじゃない、ね、自分たちがやりたいのはあのお客さんがお金を払ってくれることで、こっちは物を買お金を払って物を買うことなんだからさ、メインはさ、いつもお話してるんだけども、日本のねあの英語の教科書をちゃんと勉強すること。だからね、いくらね有名な日本人の英語系 YouTuber がね、あのね
この人は、ね、この有名な英語系 YouTuber の人はこう言ってるんですけど、先生と言ってること違いますよねとか、この教科書役に立ちませんよねじゃなくて、あの教科書役に立つから実際働いてみてよく分かることだから、英語のエッセイを書くにしても論文を書くにしても、それどこからね、土台はどこにあるかっていうと、日本の中学校で覚えた英語、高校で覚えた英語、それが土台になってるんだよ。決して YouTuber が教えたあのなんかフランクな英語でじゃあ文章それ書けるかって言ったら書けるわけねえじゃん。実際いや書けますよって言うんだったら、まあ、ちょっとそれを教えてほしいのよ。それを私も参考にしたいからね。それで本当に通用するかどうかって話だよね。なので英語はね、話せない話せないと思ってる方は、実はあの英語は話せます。ただそれはそのやっぱりその機会がないから、あの使わないだけで、ね、だって私もそのさっき言ったスペイン語なんて、その仕事で使ってる時は、あの昔のね仕事で使ってる時は結構話すんだけども、今全然分かんなくなってきてるの。こんなにボロボロになるまでね、これスペイン語なんで全部。ただあの使わなきゃやっぱりね、あの覚えませんだからね、おすすめの英語 の, あのチャンネルをあのお話しします。4つねチャンネルあのご紹介しようかなと思います。私のおすすめのチャンネルね。私は男だからどうしてもね、あの女性のチャンネルチャンネルってなってしまうんだけども、モデルの方なんでね、やっぱり女性としてもすごい見やすい動画なのかなと思います。まず2つはね、完全に英語のチャンネルなんだけども、ジェシカ・クレメンツっていうね、あのモデルの人と、あとあちょっとド忘れした、あのザネはウォレットかな、だけどもスイス出身だから多分、あだからサネじゃねえか、ザネかいいのか、ザネ・フォレットかなんかになるのかな。でこの2人のね動画はね、すごいあの見てて面白いと思う。全部英語だけども、言うといきなりね、あの自分の興味のないものを見てもわからないから、この2人があの日本旅行行った時だと、我々日本文化ってもう当たり前、日本の中で暮らして日本で理解してるから、日本文化でおおよそ見当、何を話してるのか多分見当つくと思うんだよね。でこの2人のチャンネルに共通するのがね、あのねイケメンのね、あのモデルの兄ちゃんがいてね、日系人なのかな、マックス・アンドっていう方がいて、で1人の彼女ではあるんだけども、もう1人は、親友みたいな感じで、どっちのチャンネルにも出てくるんだけどね、かっこいいのよ。でファッション系のね、なんかお店とか行くとね、マックス・アンドがね、あのモデルとしてね、あのいるっていうかね、飾ってあるっていうかね、あの貼ってあったりするんだよね。あのチャンネルも貼っとくね。あともう2人あのチャンネルがあるんだけども、一つはね、あの同じようにもちろん全部日本語であの動画作ってるんだけども、アリサさんっていう方で、私以前にね、あのアリサさんが私の動画に書き込んでくれて、私あのご挨拶に行ったことあったのよ。実際お会いしてね、すごいあの賢い方だなと思ったし、あとそのなんていうんだろう、前私がお話したように、あの日本人の英語系 YouTuber 全員が全員ではないんだけども、あの結構その地に足がついてない、なんか背伸びしたがってるっていうか、なんていうんだろう、マウント取りたがるような、その見てて、だからあなんかね、あのこのコロナ事情になる前から見てて、なんか結構カツカツっぽいんだよなみたいなお話とかもあのしてたりしたけども、ちゃんとあの足があの地についてて背伸びはしてないで、本当にその上で、あすごい賢い人だなと思ったんだよね。アメリカのね生活の動画もね参考になるんじゃないのかなって、暮らしていく上でね、すごいあの見てても楽しいし、ちゃんとあの地に足がついてるあの生活の動画。あとこれはね、ほんとつい最近見つけた動画で、ハワイに住んでるあの夫婦の方の動画なんだけども、見てる私もあね、私はロサンゼルスで、その人たちはそのハワイなんだけども、あなんかわかるな、確かにそうだよねみたいな共感するところがあるので、かなりその生活感があふれてる。だから無理やりね、自分をその大きく見せようとかねしてる動画ではなくて、ありのままの地に足がついた、大体アメリカでこんな感じの生活してますよっていうね、あの動画でね、あのすごい興味深いっていうかね、あの動画になってるんでね、英語を勉強するんだったら、まず最初にお話した2人の動画で、あとの2つはその背伸びしない、要するに自分を大きく見せようっていうあれではない動画、本当にアメリカの普段の生活だよっていうのが見られる動画かなと思うので、そちらの方ちょっと見てみてください。はい、それではね、本日の動画これで終わりにします。おやすみなさい。